皆さん、こんにちは。平成30年度、中小企業診断士第1次試験の合格発表を受けてということでですね、公、ま、表、あ、を行いたいと思います。私、レクセニ仁講師、金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。でまずはですね、今年の平成30年、1次試験合格された方、本当におめでとうございます。ただですね、まあ、もう皆さんご存知だと思いますけれども、本当にこう、 刑法務 K ホーム2年連続ですよ得点調整ということでね何やってんですかという本当にあの国家試験としてね恥ずかしくないのかと本当に思,い思うぐらい呆れてものが言えない本当にもうこれは苦言を呈しますよはいましてやですよ今年はあの答案用紙も紛失しているということでねあの ちょっと最近たるんでんじゃないのかなというここ数年、うん、もっと試験機関としてしっかりねあのやってほしいですよ診断協会は本当に。で得点調整にしてもだから本当に診断士に求められているまあ経営ホームの知識なのかどうかとか、えー、そういったところも含めてですね精査をしていただかないと受験生が本当に一番 被害を被ります本当受験生バカにしているとしか思えないでもしこう今後特典調整まあ人がやることだからした仕方ないにしてもだったら特典調整入りそうだって分かった時点で早めにね発表するとか8月中にそうじゃないと例えば今日これ発表された9月4日ですけれども今日え受かってたと経営法務が例えばまあ32点 だったと自己採点32点だったらもう8点無理だと諦めてた人もたくさんいると思うんですよ。それで2次の勉強も全然してないところがいきなり9月4日に受かってますよって言われてえっこれからね慌てて勉強してもさあ8月からすでに勉強始めてる人たちとのね当然差もついてるでしょうしまあそういった意味ではうんまあどうなのかなっていう、はいまあ、そういったところも含めて うん、ちょっとね配慮っていうのかな足りないかなという印象を受けますねはいなと思いますだからいずれにしてもあの、まあ、受かったにせよ落ちたにせよ、まあ、いろいろ思いはあるでしょうけど、まあ、切り替えて頂い,いてで受かった方はあ早速2時にで残念だった方は来年に向けてということになるんですが、えー、一応私はあの例えば今回。 7科目受けて、まあ、発展加算されてもダメだったという方はですね、えー、ここで諦めるんじゃなくて、むしろ積極的に2次の勉強してください。いいですか。あの、もし今年受かってたら、今2次の勉強してるはずですよね。ですので、あの、今からでもいい、遅くないので2次の勉強しましょう。そして、 10月ね、今年の10月21日二次試験ですがだから少なくとも10月21日までは二次モードでで10月22日から、えー、改めて来年に向けて一次を考え直すとだってどうせ来年受かって二次やるんですからだったら今やればいいいいじゃないと。はいずれにせよねあの全力で今はなかなか一次の勉強しづらいと思うので改めて、えー、二次をやりましょうと。 いいうこととを皆さんにお伝えしたた思ってますただ、まあ、あの今年はためお試しで受験されたとかねそんなにあの本格的にやってたわけではないって方もいらっしゃると思います、まあ、そういう方はもうあの中上級コースーご用意してますので、まあ、1時2時上級合格インプットプラスとかね、えー、ありますので、まあ、こちら是非レックの講座の方をご検討いただければと思います。こ、まあ、これはこれはとして <laughs> で 今日皆さんにお伝えしたいのは二次,です二,次二次対策どうするかっていう話なんですけれどもあのまずもうホームで諦めててで今日いきなり8点加算で合格だっていうのが今日判明した人もう今まで何も8月何もしてなかったよという方はですねとにもかくにもあの二次試験って何なのっていうそもそも二次試験そのものを えー、早く把握する必要があります。で、闇雲にあの過去問を解いたりする必要はありません。そこは一次試験と違ってね、まず二時って何なのかっていうのをしっかり、えー、掴む必要がある。なので、あのー、まあ、そもそもこう二時に必要な知識ってどういうことなのかとか、二次の解き方考え方は何なのかとか、えー、どういうふうにまあ、あのー、学習すればいいのかというところはレックのこの、まあ 二次突破コンプリリーートシリーズっていうのがあります、はい、15時間完成でこれインプットっていうのがあるので、まあ、こちらも全6回15時間完成ということになってるのでね、まあ、知識から記述読解思考力すべてこのパッケージになってるまずこれをとにもかくにもいち早く受けてください。はで残った時間は全力で過去問と向き合うと。 あの問題たくさん解く必要はないです。問題たくさん解く必要はない。解くんであれば、えー、レックのファイナル模試。ファイナル模試ですね。ただもうかなり会場受験とか埋まってきてると伺ってます。なので、えー、通信で、まあ、まずは自分でですね、80分を1日に4つ解くという訓練をしてほしいなと思います。はい。で、まあ、残された時間ですね。やっぱり有効に使うためにも、 レックはいいろろ道場を用意しておりますでまあ一応プロモーションになりますけれどもこちらですね、はいえー、9月17日以降、えー、まあ黒川先生の道場であったり9月30日の後藤先生の道場で締めくくりとしてまあ10月6日8日に分けてですね私の2次過去問総ざら道場というのをご用意してます。でこの 総ざらい道場については10月6日8日じゃあ遅いっていう声もあ,あったのでですねこれはあの通信もご用意しております通信もありますなので、えー、どういう講座かっていうとですねもう過去17年分平成13年から平成29年までの全ての過去問をですね一気に4つの事例総ざらいすると一、はい、事例あたり本当にコンパクトに10分から15分ぐらいかな でまとまってますのでこれをざっと受けていただければ本当にあの過去問についてはもうバッチリ対策ができると。だから最初にこの過去問の総ざらいという形で論点をですね ざっと押さえておいてから、まあ、実際に自分自身で過去問に取り組むということもできますしそれこそあの仕上げに10月に見るというのもおすすめです、まあ、いずれにせよ過去問はもう二次試験のマストアイテムですのでね、こちらぜひあのご受講くださいあのこれはもうもし何を勉強しようか迷っているのであればもう私のこの二次過去問総ざらい道場一択ですのでね、えー、こちらご覧いただければと思います で近年の二次試験の傾向としてはやはり計算計算事例4のね計算とかの比重が非常にやはり高くなってきてますですのであの特に一次試験終わってから今まで学習されてこなかった方ねは多分財務の感覚が、えー、多少鈍ってる可能性あります。そこここでで、えー、今日日れを見ていいいいたたたただだご覧のの、ね、から本試験の前日まで もう毎日皆さんはノルマです財務やりましょう必ずです1問以上計算問題で,二次試験で出る計算っていうのはそんんなに多くありませんそれこそあのキャッシュフロー計算書とか CVP 分析とか、えー、NPV とかですねまあ賞味現在価値の,あの投資の計算問題もう本当にその辺りに限られてますだから一刻も早く過去問をパラパラ、えー、めくってどんな計算問題が出るのか 今まで全然二次対策してなかった方は、とにかく財務の計算思い出すところからね。やってください。で、それ以外についてはまあ、事例の12。3というのがあります。けれども、それぞれにやっぱりこう事例1の解き方2の解き方3の解き方で財務の解き方と4つ別々です。いいですね。だから一個一個。やっぱり、えー、独特の。 読み方考え方があるんですね。それをいち早く身につけること。だからこれは量ではないんですね。時間ではありません。いつ気づくかなんですよ。だから勘どころのいい方はそれこそこうですよっていうふうに例えば私が説明するとすらすら解けるようになる人も毎年います。ただ私がそう伝えてるにもかかわらず全然こうなかなかこう身につかない人もいるのも事実です。 だからこればっかりはその、うん、あんまりこういう言葉使いたくないけど多少なりともこの2次の予見文を読むセンス的なな部分もも多少は必要かもしれない、うん、だからあの誰でも特に初めて受ける人でも十分に短期合格することもできるし、はい、だから今日合格が判明した。 て慌ててる人もいると思いますけれども大丈夫です慌てなくていいただし正しい勉強の仕方をすることそのためにはぜひレックのねコンプリートシリーズであったりだとかまあ、私のこの平成え十、ー、三年からのね過去問総ざらい道場まあその他の道場もありますのでそちらでしっかりと、えー、二次対策の力をつけてほしいともうとにかく闇雲にたくさん答練を解くとかそういうのはやめてくださいね。 じっくりとまず固めてからじゃないとトーレンたくさん解いても意味ないのでそこだけは間違えないように気をつけてください。はいというわけでですねもう本当にとにかくまあ今回の発表については呆れてものが言えないともう本当にもうその一言につきます。いやもうこのね まあ、診断協会に対して面と向かって文句を言うっていうのもなかなかあの、まあ、できないですけれどもでも本当にちょっとね最近おかしいです、うん、だから来年からの試験は本当にまた改めてこう申し込みが2万人もいるわけですからですからその辺の意味も含めてですね診断協会にはちゃんと受験生があ安心して受けられる試験にしてほしいなと。 それはもうホームだけじゃなくて他の科目もそうですけどねはいだからもう本当にあのそこが今日皆さんに一番伝えたかったというか今日の発表を見て、はい、思ったことです、まあ、今回だから合格率23.5%ということで2、まあ、あ次試験に進まれる方はまあ去年並み、まあ、去年以上2次試験に進まれるんじゃないのかなと思いますので2次試験本当に気を抜かずに、えー、頑張って。 欲しいなと思ってますでぜひあの機会があれば私の講座を受けに来てください。はい、というわけでですね平成30年1次試験合格発表を受けてということで、まあ、半分は私の愚痴みたいになりましたけども、はい、え受験生の皆さんは前を向いてね2、えー、次試験に向けて頑張っていただければと思いますででは、えー、これで終わります。